心が晴れるね。やっぱり花を見るとさ、花を見たり湖を見たり海を見たりすると心が癒されるよね。人が多いね。今日はね、あったかいんだよ。あったかい。あー、ここもいっぱい咲いてるね。ここもいっぱい咲いてるよ。ほら、いっぱい咲いてる。ここはね、人が多いからそのままスルーしよう。指宿のね、菜の花はね、早いんだよね、咲くのがね。なんでかっていうとね、昨日指宿菜の花マラソンっていうのがあったんだよね。毎年あるんだけどさ、日本で一番早いマラソン大会なのかな。で、それに合わせてさ、この沿道を走るんだよ。ここをずっとね走るんで、そのマラソンに合わせてさ、植え付けをするんだよね。マラソンの時期に満開になるようにさ植えるんだけどね。だから早いとこはね、もう12月に咲いてるもんね。12月になったらさ、咲いてるとこがある。まあここだけじゃなくてさ、指宿全体がね、結構菜の花がね早めに植えてあるんだよ。だから正月明けにはね、花がさ咲くんだよね。もう春だよね。あったかい。じっちゃんがさ、アップしたヒートテックのねインナー着てきたんだけどさ、気温が15度もあるからさ、暑い。いるのかな。あら、シャッターが降りてる。ん？開いてるね。修理じゃないな。修理どうしたのこれ？これはね、ミニジープのシャーシーを改造してフォーミュラーカーを作ってください。フォーミュラーカー。そうそう。レースでもする気？いや。行動をさ、フォーミュラーカーで走るっていう男のロマン。でもエンジン50みたいな。90cc ぐらいにしたら、エンジンも。あ、そしたらナンバーが変わるよね。そう、登録できへんくなる。あ、できなくなるわけ。50まで。50でないとダメなの、うん、いや、それ以上になると、陸運局になるから。あ、そうなの。そうそう。もう車検なしでいいんだもんね。そう。50だったら。そうそうそう。あの、ほら。バイクと一緒。あれ、いっぱいの止まってたやつどうしたの？あの、鹿児島市内のお店に持ってった。あ、向こうに持ってったの。3台。どこ、場所は？南林寺。聞いたことがある。ああ、あそこ、あの、天文館の鹿児島大学がある、あの辺り系。あ、そうそう。電車通りがある真ん中の城南町の隣。うん。まあ、でもこっちにも 1,2,3 台あるんだね。5台あるね。5台ある。おらんでいいのによ。うちのじいちゃんなんか、あの長い刀をさ、うん、ハンマーでこう短くこう割って、うんうん、包丁にしてたよ。ええね、それよう切れるね。いや、鳥をさばいたりとかさ、うんうんうん、あんだけの細身で強かったんだから、やっぱり硬いですよね、うん、昔はようやってた。あの床の間に置いてる刀を持ち出して、あの妄想だけ一発で切れるかとかさ、子供の頃はもう歯ボロボロになってたよね。いや、だけどね、まあ、一応サビが今ついてるんですよ、うん、そしたらね、あの時代劇見てたら砂浜で、あの砂でこう、あ、砂でね、砂で、あ、まあ、あら、あら、その後は砥石だけど、うん、最初のおだから、あ、俺もそう思ったけど、こうちょっとこうへこんだとこも尖れるんだよね、うんうんうん、だから砂浜でしてたら警察が来たらやばいなと思って、何センチだっけ、15センチ以上はなんか届け出が必要なんだよね。15センチですよね。
15センチって言ったら包丁も15センチ以上あるもん、ね、だけど俺は包丁だから包丁だからで言うわけ、うん、刃物だけどほら刃物他のナイフはいいけどバタフライナイフだけはダメらしいですから持ってるのが。ああ。なんでかなあれ殺しやすいのかな人いや結局殺人目的っていうことかないや折りたたみが効く上に持ち運びが良い隠せ、うん、隠すのも良いっていうことよね、うん好きなやついっぱいいるからねだからバラしてほらもうこれ組み立てられないってなったんですよだからボルト1本が5、6万で売れたもんいやそれゼロ戦大きいのゼロ戦です普通のな普通のエンジンとプロペラゼロ本物の本物のゼロ戦のあ本物のゼロ戦のエンジンとエンジン付きエンジン付きのプロペラかプロペラ付きのエンジンがどっちかな21型ねああその模型じゃないわけいやいや本物本物本物あそれやったら売れるわどうしたのそのエンジンをいやなんか海底に眠っとったらしいですよえ海底に眠っとったあ海に、ね、眠ってたわけまた模型の話かなと思ったら本物のエンジン、うん、これおほらこれ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 海にも海にあった割には綺麗してる綺麗にしたんですよ綺麗にしたの貝殻取ってからあのブラシで真鍮ブラシとか全部ブラシかけてそんだけかかるのに綺麗にしたわけうん1年近くかかってるよ隙間はねあのほら最初はあの糸の子で引いて大きくなったらノコをねちょっとこうハの字型に広げてで書き出したのよ中のどこの海に落ちてたのそれは秘密です結構いいでしょうモニュメントとしてはまあそこに寄付したろどこどこあ特攻基地にいや私お金にしたお金にしたい切実なとこやねうんそりゃそう手にするのに銭かかっとうぜ、うん、銭かかっとうぜわーわずかかな老人が引き上げたりとかねそれから結構使ったよあのブラシアラこのほら何件これも何個かダメにしたよこれ、うん、あ、サンダーうんサンダーすぐ終わるのだから安いけどプロペラもこう曲がってしまっただからあのね松本飛行地のからねあの着工場の機械作ってる死んだけど去年の暮れか今年初めかその人が言うにはね曲がりを直すなって太平洋戦争中の勲章じゃないかその曲がり味われたまあ確かにそうなんですけどね、うん、もう70年も経ったらねもう勲章も何もないのよ綺麗な方がいいのよ多分あれだよね海に突っ込んだ時に曲がったそうそうプロペラが、うん、海に叩いて、うん、曲がったんだよね、うん、結構いいでしょう、うん、でなんでゼロ戦って判断したかとかねこれヤフーのオークションに出した時の映像のあれなんだけど、うん、もううるさいやつはうるさいのよあ売れんかったのうん私新規の時だった15年ぐらい前のヤフーオークション初めて出した時の、うん、やっぱ新規の時に出したらダメだねこの人詐欺だとかねいろいろ詐欺そうそう1週間で4300回クリックされたけどあの状態で磨きなしパーツだけバラバラで渡すことが可能であるんやったら、うんうん、あ20万ぐらいやったら売れる探そうかえちょっと待ってもうねパーツをねもう今ほらここにあるでしょ、うん、この頭これはどこにあったかな全部ばらしてるの今、うん、これもこれなんかわかりますこの容器最初についてるこれオイル入れるの潤滑油オイルが入ってるわけここにね減速装置がついてるね歯車6つついてうんそこに入れあの刺すためのオイル入れなんですこれうんで気筒というの気筒木の頭って書くのここもうゼロ戦のね整備士がきれいに住んでて91歳だったけど11年前にもう死んでるかも、うん、その人すごかったわ頭がまだ奥さん死んでたけど冴えてそしてあの戦時中のほら転勤証明書赤紙のほらなんかどこどこベトナム基地に行けとか、うん、そんなのも全部持ってた俺もらおうと思ってたけど寄付したみたいな、うん、自衛隊基地にまあそういう戦後のものっていうのはねいやゼロ戦売ってないって今いやだから逆に、うん、それを、うんあの飛んだゼロ戦はどこ行ったの？ああまだいる売れないみたいですよ。3億円じゃ売れないよ。あ売りに出してるの？売りに出してる。去年から。だいたい相場が1億5000から2億の間だもん。飛んで、1億5000。スピットファイアとかほら、いろんなのが。他なのがね。ほう。ウェルカム。関西人が焼くたこ焼き6個入り300円。ん？円じゃないわ。何これ。たこ焼きちょうだいって言ったら
嫌じゃって言って断られた、じっちゃん。今修理してるから、手が汚れてるから、ダメって言われた。ほう、なんかこんななってるんだね。じっちゃん、なんか初めて入ったよ。楽器も置いてある、楽器も。いろんな楽器。あ、じっちゃんの使ってない楽器持ってこようかな、ここに。いらないかな。じっちゃんが使ってない楽器がいっぱいあるんだけどな。聞いてみようかな。使ってない楽器があるから持ってこようかな。いや、もういらんわ。邪魔なだけ。遠慮せんで。いや三味線もある。いやキーボードもあるよ。いやもうこれ以上狭なるわ。ただでさえギター業者あるのにね。ギターもあるよ。ギターあんなにいらんのよ。また寄ります。あ、帰るの？帰るのって言って、折ったってやることないし、たこ焼き焼いてくれんって言うし。残念ながら焼けませんね、今。こんな作業やっとったらね、さすがに、ね、仕込みもしとらんから。夜からね。あ、仕込みも何もやってないわけ。やってない。やってんやったら別にちょ待っとって言うて焼けん、うん、仕込みしてんやったらね、仕方ないね。まあいいや、しょうがない。待っております。ありがとう。ありがとう。